よくよく考えたらあなたは今年まだ魚2匹しかあっぱってない。あっぱってないんで、そろそろ釣らないと話にならないね。釣ってね、存在感をね出したいと思いますよ。最近ちょっと存在感存在感で、最近ね存在感がちょっと薄くなりつつある。やっぱり何か釣って、ええ、これが部長の釣りですよ言わないことには、はい、ほらどんどんさ、あれ宗像部長ってどういう人だったっけとかさ、そういう意味でさ、置いていかれちゃいます、ね、置いていかれてますので、はい、ちょっとそろそろね存在感を出して、うちのチャンネルではね、ちょっと釣りリポーターの赤間大先生大人気、そう、あとニューヒーローでジョンツーのが出てきましたからね。そうですね、はっきり言って焦るのよ。で今日ね存在出しますから、存在感、はい、やはりやっぱりねちょっとなんか存在感が消えるんじゃないかっていう、うん、その焦りがね今日の釣りに出てますよね。仙台港中央港ですね、に来たんですけれども、はい、すごいですよ、見てください、この、もう、この、なんていうの、この、人の数、そう、多分みんなサビキやってると思うんですけれども、やっぱり、サバ狙いですか、うん、まばらにずっと感覚が、ね、ね、やっぱり、人が入る場所ないね、ない、赤間大先生のやっぱり、リポートの、ね、効果が少し出てるんじゃないですか。 それを見てやっぱり、あ、僕も私も来てみようみたいなってもんじゃないけど、私たちね、入る隙間がなかったので、別の場所に行こう、はい、場所を移動したいと思います、はい、分かりました。次の場所はどこかお楽しみくださいませ。こんにちは、全然釣れない初心者釣り師あっぱれ熊五郎です。今ね見てもらった通りね、仙台港中央公園来てみたんですけどね、人もいっぱいでとても釣りができません。で、ちょっと場所移動します。本当はね、ここでサビキでね、サバを釣ってサバの泳がせ釣りしようなんてね、ちょっと大それたことをね、胸ずにちょっとね語り合っていたんですけども、やっぱこの、ね、釣りシーズンの時期はここは人がいっぱいなんでね、私たちは予備じゃないという感じでございます。ということで、次のポイントに移動します。さあ、場所を移動してきましたよ、宗像部長。ここはやってきました。ここはね、僕は去年の夏以来ですよ。はい、ここはどこですか。メガトン高校。メガトン高校ですね。はい、3L パークです。3L パークの三塁側です、ね。三塁側に来ておりますよ、はい、今日は。どうです、今日ね、こっちに来たことは誰もいませんね。そうですね、やっぱり我々は人がいないところでしかできないね。うん、恥ずかしがり屋だから。恥ずかしがり屋なんて。そうだ、大先生みたくね、堂々とできない。ここではどういう釣りをするんですか。ここはね、サビキでまずね、はい、まあ、ほら、夏になってきたので、はい、サビキでまず、その、細かいやつらがいるかの、まず調査と。サッパとか、カタクチイワシね。サッパとか、カタクチとか、うん、まあ、サバいるかわかんないけど、そういうのがそういうやつね。いるのかが、はい、いるのかっていう調査と。はい、もしいたら、はい、ね、まあ、こんな、もうセットしたんですけど、はい、
これははは、これ懐かしいですね。我々得意の泳がせ釣りセット、泳がせ釣りセット、もうセットはしてあるんで。なるほど。じゃあ新鮮な、ね、その小魚でここで泳がせて、そうです、大物を狙うという。そうです、わらしべ長者釣りですね。我々そうですね、私たちは大好きだったです、それね。これしばらくやってないんじゃない。でもなんかやってなかったですね、去年は。去年やってないかもね。やっていませんね、去年 ね、うん、我々のね釣りの原点とも言えると。そうだね、そういう釣りを今日は見せてください。まず細かいの釣りますから ね、はい、多分ビビビビビーって何か来るんじゃないかな、来てほしいですけど、はい、まあ10分20分のうち1つ2つ来てくれないとね、なかなか厳しいですけどね。そうです、その通り。よくよく考えたら、あなたは今年まだ魚2匹しかあっぱってない。あっぱってないんで、いや、1月1日、ね、元旦の朝カレーと、あと眠りながら釣りをし、眠りっていうかね、そうだね、寝てました、あなた。ちょっと寝てましたね、暖かくて外がね。寝ながらサビキ針につけた磯目に来たアイナメ。そう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 、あの2回だけなんですね、結局ね。あの2回だけで今年他釣ってないんですよ、はい、でもうね、夏なのでね、そろそろ釣らないと、そろそろ釣らないと話にならない、はい、ね、釣ってね、存在感をね、出したいと思いますよ、みんな。最近ちょっと存在感、何存在感、存在感で最近ね、存在感がちょっと薄くなりつつある。やっぱり何か釣って、ええ、これが部長の釣りですよ言わないことには、はい、ほらどん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 さ、あれ宗像部長ってどういう人だったっけとかさ、そういう意味でさ、置いていかれちゃいますから、置いていかれてますので、はい、ちょっとそろそろね、存在感を出して、はい、分かりました。みんなにもう一度ね、改めて覚えてもらえるように、まあ、うちのチャンネルではね、ちょっと釣りリポーターの赤間大先生大人気、そう、あとニューヒーローでジョンツーのが出てきましたからね。そうですね、その2人に負けないように ね、ちょっと焦ってるんですね、あなた。はっきり言って焦るのよで今日ね、存在出しますから、はい、分かりましたね。今日は坊主ってわけにはいかないですね。いかないんだな、それがね。いや、そして来ない、やっぱりすぐは来ないよ。まあそうですね、気長に待ちますかね、はい。わかんない、やっぱり、そうボスはいいんで、もちろん会長なんだけど、やはりやっぱりね、ちょっとなんか存在感が消えるんじゃないかってい う、うん、その焦りがね、今日の次に出てますよね。でも存在感消えないような報告がありますよ。何、存在感がさらに出るようなね、まあ、なんかあるんだ、はい、どういう報告でしょうか。こういうステッカーを作ってもらう。何それ。ダイスの、私たちね、釣れないくん、仮、釣れないくん、かっこ仮、西山さん、うん、こと、うん、西山さんからね、作ってもらったものがあるんです。あ、そうなの。はい、見てください、これ。ほらほら、かわいいでしょ、これ。かわいい、かわいくはないけど、ほら、すげえ不気味なんだけどですねこのシールが、あ、宗像部長、心霊、そうです、ステッカー。これね、プレゼントって言ったらちょっと送るの大変だから、プレゼントはしません、はい、ただ、現場で会って、あ、宗像部長って言って、あのシールちょうだいぐらいに言われれば、数に限りはあるんですけれども、はい、15枚から20枚かな、あるの。超宗像部長ファンっていうのが分かるような態度で接してきた場合ね。そうで、じゃないと、いいね、なんか、もう一回どうですか、これ、ほら。あー、これ貼りたいね、車の窓ガラスとかに貼ったらちょっと怖くていい、ね、怖くていいんじゃない、車に貼らない、いいね、みんな、これ。いいね、いいね俺は貼らないけどちょっと存在感出てきましたじゃないですか、いいんじゃない、はい、これ、ほら、宗像存在感メーターが今ね、ちょっと上がりました、ピピピピって。そうです、はい、どうだ、こういうことですよ。
道部長、ここ3Lパークダメですか？今日ダメみたい。ダメだね、人会事やってんのに何も来ないね。ゼロだから、もう場所移動っていうのはね、はい、でも大事だと思うんだ。じゃあ移動しましょう。はい、ちょっとね、ある場所に移動します。はい、というわけでね、またまた場所移動です。ちょっとね、雨降ってきました。まあね、次のゾーンでどうなるか楽しみというか、なんか釣れる気しませんけどね。どうですか、感触は？まあ今投函したばかりなんですけど、まだ当たりはないんですよね。江戸部長、ここに来て30分何も起きません。やっぱりね、どうしてもね、はい、本当存在消えたくないんで、はい、すいません、しつこいようですが、ちょっとまた移動、はい、次は移動が大事。またまたね、場所移動です。次はポイント移動大事。部長、ラストポイントに移動してきました。そうですね、ここでダメだったらもうあなたの存在感なし、薄れていきます。はい、もうそれぐらいね、今日本気だったのでね、はい、移動してきましたよ。とにかく今日移動で時間かかってますね。はい、そうだね。まあ早速、まあどんな釣りになるか分かりますが、はい、見てください、ほらこんな魚いるんですよ、ここに。ほら、メダカみたいなの。ああ、ほんとだ。なんつうのかな、何かいる。もう本当にサバが釣れるポイントっていうのはもう、なんかやっぱ、おっと、やったカメラ回ってろ。やりました。カメラ回ってればいい。これサッパだよね。サッパッパママカリです、皆さん。やった回ってる。皆さん、ママカリです。トモロさん、やりました。待望のママカリです。サッパでこんなに嬉しいっていうのも俺たちならではだよね。そうですね、やりました。サッパーやりました。やった。どうすんのこれ、泳がせんの？やるか。じゃあ泳がせてください。ロットで。久々にサッパちゃん、いいっすね。いいね、これ。これこういう時期が来たかみたいな。そうだね。じゃあ、はい、早速お邪魔しますか。はい、取ってください。よし、ありがとうな、今年もよろしく。はい、気をつけて。素早く、気悪くならない。1秒。そうです、1分1秒を争う泳がせです。もうちょっとね、ちょんがけだ。よし、ちょんがけ。よし、いいぞ。よし皆さん、熊五郎さんに感謝します。皆さん、やっとです。はい、よっ、よっしゃ、泳いで。よし、いよいよ泳がせ釣りスタートですよ、ね。しゃあ、こっから大物釣って、俺の存在感を、はい、もう出します。はい、わかりました。存在感じゃなかった。はい、タモいるな。ムネズブチョ、何、どうしたの？うわー、せっかくサッパいないじゃん。熊五郎さんに釣ってもらった、取られたの、それとも取れたの？え、わかんない。でもちゃんとかけたっすよ、だって。もう大丈夫です、もう一匹釣ります。サッパ、やばい、すぐお願いします。何ですか今度？梅沢部長、やりました、今日2匹目ゲット。すかし、イワシ、カタクチイワシです。すごい、おお、すごい。綺麗だな、これですね。今度は孫針もつけてね、間違って外れないようにしてください。そうです、背中あたりにそれつけて。すごいね、鱗がどんどん取れてくるね。そう、よしいいぞ。しかった、ほら外れてない。いいね。よし、これは何か釣れるぞ。
ヌルド部長、またやりましたよ、私。やったー、すごい。サッパ。サッパも、しかも、まあまあでかいサッパ。おー、でっかい、このサッパ。あ、大きさ見せてくんの登場しようかな。はい、大きさ見せてくんの登場でございます。ジュイーン。15センチか。14.23。おお。サッパが釣れました。素晴らしい。はい。で、マゴマリもつけてください。そうですね。背掛け。結構でかいよ、このサッパ。これはでかい。今までにないサッパだ。うん、よっしゃしゃ。いいね。よし。いよいよ狙いの大物来ます。すげえんだけど、超でっけ。部長、また来ましたよ、私にサッパ。すげえ。おお、かっこいい。まあまあなサイズじゃないか。うん。はい、大きさ見せてくんの登場でございます。あ、よお、14.5。さっきのより大きい。あ、大きいんだ。うん。トブちゃん、雨も強くなってきたんで、そろそろやめませんか。うわ、ダメだった。ダメみたいっすね。どう、ちょっと上げてみてよ。手応えはないね。あ、そうですね。サッパは生きてる。サッパはいましたよ。まだ生きてる。生きてますね。生きてんならちょっと返しましょうか。そうですね。はい、はい、ヌゾブチョ、すごい雨強くなってきた。結局泳がせでは釣れなかったけど、泳がせをしたっていうことに今日は意味があるね。で、次のステップで、はい、何、この泳がせでまた釣って、そうだね、今度は大物を釣る企画にしたいね、はい、またね。ちょっと今日天気悪すぎる。はい、ちょっとね、映えませんでしたね、はい、やっぱ天気良くないとさ、はい、ね。じゃあ まずね、また今度会おう、みんな、ね、はいはい、雨強いから、じゃあね。ただ楽しかったね、はいはい。ということでね、今日の釣り終了しました。サッパ3かな、ハート、カタクチイワシ1かな。サビキでそれっぽっちっていうことだけど、だけどね、久々泳がせ釣りね、ワクワクして楽しかったです。じゃあまた次回ね、泳がせ釣り、ヌゾ部長燃えてたんでやると思うんで、また見てくださいね。ありがとうございました。